はい、見てきました2024年の、えー、ミュージカル映画「カラーパープル」これはあれなんですよね前はスピルバーグが作った映画なのスピルバーグが昔作っててそれでももともと黒人の女性が書いた小説が先にあってあそれに惚れ込んだスピルバーグがそのなんかこれを映画にしたいって言って映画にしたみたいよ。へーどうだだ。ったんだであらすじはこんな感じになっております。 映画カラーパーパプルアメリカ・ジョージア州に住むセリーは若いミソラで子供を産むがすぐに取り上げられよそにやられてしまうさらに父親はセリーをそやな男ミスターに嫁として売るミスターはメス使いのようにセリーを扱うある時セリーの妹のネティが家出をし姉を頼ってくるがミスターに襲われそうになり反抗したところを追い出されてしまう手紙かくねと言い残して仲の良い姉妹は離れ離れになってしまった やがて月日が流れミスターの連れ子だったハーポも成長して嫁を取るこの嫁ソフィアがまた自由奔放で旦那も荒々しく顎で使うしかしもう少し嫁に従順になってほしいハーポセリーの助言通り強く出たらソフィアは怒って出て行ってしまうさらに歌手のシュグが村に帰ってきてミスターの家に居座ることにミスターの愛人ではあるがセリーのことも気に入り仲良くしていくソフィアシュグと男に媚びない女性を目の当たりにして戸惑う内気なセリーシュグはセリーにあなたはもっと世界を見なきゃというはい。 なんか壮絶な話だったよねまあねあのテーマがねあの黒人の中で女性がどれだけ虐げられてたかっていう話だから、うん、まあ重たいは重たかったね私、うん、あの、うん、最初さ黒人さんの話って言うから普通の白人社会の中でなんかちょっと差別されてるぞみたいな感じの話かなと思ったら、うん、黒人の中でのそれもすごかったね、うん、女性に人権がない感じだったしね、うん でもあのちょっぴり白人の人が出てきた時はやっぱりあの人種の違いもあったよねそうそうそうなんか不条理な、うん 罪を問われてた世界は狭いんだよねなんかそのすごい世界を救うとかさでなくてこの主役のセリーっていう女の人の家族を中心にした話だったけど、うんうん、まあ当時の黒人の社会ってこういうのがあったんだろうなっていう感じで、うん、その一部を切り取ってきたにしてはやっぱりこう今見ると重たいよね。っってて思 もそうだけどもあのねもう暴力が普通じゃない、うんでね、夫からのもう抑圧もすごいし、うん、レイプは日常的だし、ね、女性の地位は知らないし女性が発言したらぶん殴られるしさ、うん、<laughs> 大変な映画だったわね,ね同じさ、うん、種族の中でもこんなに差があるのかってびっくりしたもん。 だから女の人が人間じゃない扱いだったものねでさ、そんな中でさ、なんか2人ちょっとすごい自由な女性が出てくるじゃんあの歌を歌ってる歌姫みたいな人と義理の息子の奥さんだよねうん。あの人たちはもう本当にあのその時代においてえって思うぐらいなんか私は私よっていうのがすごかったまあだからその分あのね 牢屋に入れられてしまったり大変なことがあったりもしたけれど、うんうん、ねひどい目にもあって、うん、でもそれでも自分を偽らないで生きてきた女性もいた、うん、でもそういう人にあのそういう人たちと出会うことでこの主役のセリーが我慢するだけじゃないっていう生き方を覚えていくところがとっても魅力的だったよね、うんうん、なんかさすごい耐える人じゃんなんかもう本当になん,かなんか暴力とか振るわれてもそのまま遊戯なりになってんだけど、うんうん、やっぱちょっと反抗 があるじゃんきっかけになる犯行じゃなくて日々ちょっとさあの、うん、飲み物にツバペしたり <laughs> ああそこすごい私ねすっきりしたわそうあれ私なんか <laughs> わ会社の OL ってっ <laughs> あの上司に逆らえないから裏でねちょっとねそそそうううあとそなんかさあ,<れ>あの、うん、息子にさあの自由奔放な、うん、あの妻に困ってるみたいなこと言って 行った時にぶっていうこと聞かせるのよみたいなこと言って <laughs> ちょっとあのなんか毒が出てたよねそうそうそう,そう <laughs> であそこでなんか、うん、多分その、うん、私が耐えなきゃとか耐えてればきっといいことあるわみたいなこと言ってたら多分私、うん、はぁって思ってたかもしれんなんだ綺麗言言ってそうそうそう,そう,そう <laughs> なんだかんだ言って恨みもあんだよ人間なんて <laughs> な <laughs> 感,感じで、うん、あとね <laughs> あのやっぱ自分は耐えてんのに自由奔放に生きてる人へのね、うん、なんかあの人はいいわよねってブタレロみたいなね <laughs> ちょっとそういうのもあったからね <laughs> でその辺がすごいねリアリティーあって良、うんうん、かったうんでもなんかそうは言ってもそのブタレローって思った女の人に対しても結局、うん、結局っていうかまあ愛情を持ってずっと、うん ね、親切にしてったし、根、うん、の部分がすごくこう優しい女性だったよねうんじゃ、ほんとなんか心底さ、うん、心からさ、うん、なんかあの、うん、潰れろって思ってるわけじゃないってのがね、わかるからねうん、うん、うん、あの辛い状況にいるからついそういう風にね、思ってしまったりとか、うん、そういうちっちゃいこともやらかしてきたけど、うん、でもちょっとずつ心開いていくあの、やっぱりね、あの、シュグ、あのお歌歌ってた歌姫、うん あの人がすごいいまた本じゃないその、うん、義理の息子の嫁さんよりももっともっと都会まで出ちゃってこう歌とか歌ってるぐらいだからさ。 でその人が帰ってきたりしてこう街中が盛り上がる時とかにこのセリーがやっぱそこにどんどん惹かれてくってのは良かったよね、うん、関係性としてはさ浮気入ってたからさ、うん、なんか、うん、あのまあ愛はないにしても、うんうん、なんかさあんまりいい気分はしないだろうけど、うん、でもお互いなんかさ女性同士としてねなんかその,、うん、の惹かれ合うものがあってさそうチューしてたからねしてたしてた <laughs> してたしてた こう、自分を人間として見てない人への愛情よりやっぱりこの魅力的な主婦っていう存在の方が大きかったんだろうね。でなんかそのやっぱりその色気で成功してるけど、うん、だからそれをなんかその使ってるわけではないっていうのがすごい潔かったよね。あのその歌ってる人ね。そうそうそう男に媚びてさて、ねうん、なんかうん、うん、あの、お金をもらってるわけではなくて本当に才能で生きてるわけじゃんんううん。うんうんうん でどっちかって言った男にはピシャリとする感じうんすごくね、良、うん、かったうん。まあでも今、今以上に大変だっただろうね今だってさ、あれだけ自立した女性ってすごいと思うけど、うん、あの時代のこの人種であれをやるっていうのはさ、うん、相当な勇気もいるだろうし、うん、素晴らしい女の人がいっぱい出てきてたよね、うん、あとさ、言っていいうん これさ、ミュージカル映画なんだけどさ、うん、歌がすごいなっていうのソウルフルでかっこいいじゃないどれもうん、うん、だからね簡単なメロディーとかないからね全く歌が覚えられない <laughs> <laughs> だからねこう楽しいミュージカル映画を見たっていうのよりこうストレートプレイっていうかのかしかもさ歌もさ割とアカペラから入ったりするっていう、うんうん、なんかミュージカルというよりはなんか、うん ジャズ映画みたいなそう,なか <laughs> そうだからなんか音楽の映画は見たけれど、うん、ミュージカルあダンスとかもそんなになかったしねあるはあるんだけどあの主婦主婦と映画を見に行ったところとかもミュージカルっぽい演出だったなとは思ったんだけど、うん、印象としてこうあまりミュージカルミュージカルしてない映画だったっていうの。映画かよねだから舞台だともうちょっと雰囲気違うんだろうね。うん あ,あとさあのー、この「カラーパープル」全然さカラーパープル感がない映画だ,映画だったよね。なんか歌詞にいきなり「紫色」って出てなんじゃって思った。でもさ全然さカラーパープル感がなくてさ、うん、でもなんかあのスピルバーグの映像はとっても美しい紫の花畑とか結構出てきたみたいで。そそうなななんだだ、うん、だかかからまあ舞台だとなかなかねその きれいな情景を表すって難しいんだろうけど。うんうんね、地味にね泣いたはいいたっぱい、うん、あれなんか結局その、うん、人間として嫌なやつはいるけど、うんうん、なんかそのなんだろうやっぱ宗教的な感じもあるじゃん。懺悔というかさ「許し」がテーマになってるのかなっていうのもあって。でもさ 実際リアルにこれあったら私許せないって思うんだけどね。まあ藁人形案件ですよ。<laughs> そうよね。うん、そうよね。うん、あ、私もそう思うわ。藁、うん、<laughs> 人形案件いいな。うん、<laughs> <laughs> あとね。あのね。すっごい感動したのがね。うん、あの主役のセリーが、うん、あのソフィアがこう。うん、辛い時にこうセーターとかあげるじゃない。うん 出所した時ね <laughs> そう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 きれいな緑色のセーターをあげるじゃないあれ感動したのに、うん、私映画が終わったとメイコちゃんに「あれを後で着てましたよね?」って言われたでしょ。<laughs> 全然気づきませんでした <laughs> <laughs> そうなんかあれ出所したけどちょっとっ、うん、またしばらく離れ離れになっちゃうじゃん、うん、でその後、うん、やっと戻ってきた時に来てたの、うん、あだからその間何年だっけ結構な結構長い年月だったよね,、うんうん、ね再会までその時に来ててあきっともうすごく大事に来てるんだろうなーって思ってたのそれねもう思い返して感動してるわよ私 <laughs> そ,その場で気づかなくて超悔しいっていうの、うん もうだからね今から見に行く人はねセーターはポイントよって言っときたいと思ってータ、ね、そう見そうソフィアも最初出てきた時すっげえの出てきたなって思ったけどねふててしかったよね、うん、でもなんか見てるうちにこう全員にこう気持ちがこの女の人たち全員とても魅力的っていうのかな、うんうん、どんどん気持ち入っていけるよね。うん ううん、なんか決して派手な映画ではないんだけれども、うん、すごいこう何て言うの上質なミュージカルだっったなって思だからまあ女性のねこう人権っていうかそういうのの映画といえばそれまでなんだけど最近多いじゃないその女性の人権であるとか。うんうん でもなんかそういうのをいやらしくこう前面に出してきてないから話としてすごく、うん、あこういうのもあるんだなっていうふうに受け取りやすい映画ではあった気がするの。ねそうこういう時代もあったっていうのを見せつつ、うんうん、なんかやっぱ今にも通じるようなことだったりもするじゃん。だからこう虐げられてたり弱い人たちとか弱者の人のに寄り添う映画だよね、うん、とってもいい友情だったね。 うん、あの友情もいいし、ね姉妹愛も素晴らしかったし、うんうん、あのちょっとダメダメくんな男の人もまあそれなりに魅力的だったしね、うん、<laughs> そうね <laughs> いつかちょっと舞台も見てみたいね見てみたいねやっぱブロードウェイに行くしかその前にね、私たち言語で見れるような英語力を身につけないといけないわ <laughs> 無理だ <laughs> <laughs> ではでは今日は ミュージカル映画カラーパープルでしたありがとうございますはいありがとうございました